皆さんこんばんは、大です。今回はここ伊勢原駅より1日1本しかない伊勢原発4両編成の各駅停車小田原行きに乗ってきたということでお届けしてまいります。で、伊勢原発各駅停車の小田原行きっていうのはですね、平日に3本、土休日に6本あるんですが、その中で唯一23時40分発の各駅停車小田原行きだけ4両編成での運転なんですね。今回はそちらに乗っていきます。じゃあ早速ね、乗車券を買いに切符売り場の方に移動しましょう。はい、ということでね、切符売り場までやってまいりました。今回乗るのは小田原までなんですが、小田原っていうのはですね、370円ですね。早速購入していきましょう。はい、ということでね、伊勢原駅の改札口までやってまいりました。早速ね、こちらの購入した切符で入っていきましょう。はい、ということでね、今回乗る23時40分発の各駅停車小田原行きは2番線から出るということで、2番線ホームの方に移動しましょう。はい、ということでね、2番線ホーム降りてまいりました。2番線からはですね、1本前を走る23時23分発新松田から急行となる快速急行小田原行きが出発していきますね。じゃあ各駅停車の小田原行きが来るまで少し待ちましょう。はい、ということでね、2番線には23時40分発伊勢原始発各駅停車小田原行きがやってきましたね。こちら箱根登山鉄道に専従で充当されるレイティッシュカラーの線型ですね。早速乗車していきましょう。
はね、はい、ということでね、4分ほど遅れまして終点の小田原までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、回送電車として車庫に入ります。で、この電車ですね、東海道線の熱海行き最終電車に接続するんですね。で、列車自体遅れてしまったんですが、あちら側で熱海行き最終電車が待ってますね。はい、伊勢原発小田原行き4両編成の各駅停車の動画はいかがだったでしょうか。夜も遅いのでね、皆さんなかなか乗れないかと思いますが、興味がある方はね、ぜひ乗ってみてくださいね。じゃあこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。